ということでね、はい、それではボルラクさんです、よろしくお願いします。はい、今日はレジェンドコウさんをこうゲストに迎えまして、ゲストの中にもちょっとね、まあリハーサルで分かったんですけど、ちょっと僕たちここ来るの間違ってたなっていうぐらい皆さんレベルが高いんで、ちょっとね、すごいんで、さっきのね、音穂さんすごかったですね、彼女すごく次なんかメルセデス・ベンツ聞きたいなと思ってたんですね。ちょっとそんな感じであれなんですけど、僕たちゆるくゆるく、一番ゆるくいると思いますので、今日コウさんにちょっとかなり無理言いますけど、よろしくお願いします。じゃあ俺のキス、ちょっとロックですね、ロック寄りでキスの中のナンバーで、ハードラックマンという曲から OK です。
こういうの慣れてなくてすいません。はい。I don't know the colors.
どこから？あ、そこか。じゃあ、せっかくなんで演歌を歌ってもらいます。演歌を歌ってもらいます。演歌っていうかね、演歌でもないんですけど、昔、かなり昔のドラマの昼ドラかな、昼メロっていうのはこれなんて、なんていうの、夫が帰る日かなんかの、ちょっとそういう曲かなんか、昼メロかな、夕映えを待ちながら、
けどね、あの顔を見ておられて、ね、ありがとうございました。10倍お待ちだからってね、ちょっとあのそういうみんな好きでしょ、そういうの大人の歌で、ね、違う、この歌はミリーバートンさん、ミリーリバートン、ミリーリバートンさん全然分かってない分かってないやつが来たんやけど、まあ、また面白いと思いますね。はい、遊びに来てくれてますけど、30年ぶりにね、すごいなと思って、やっぱりフェイスブックってすごいですよね。そういうので、あの僕あだ名がのリーチ君っ
リーチって何やねんって言うと、麻雀のリーチですね。あ、バカなんで、あの、何でもかんでも分かっててもリーチって言うからね、しまい連れからお前リーチやねん、ニックネームがリーチになっちゃったんで、そういうぐらいなんですね。まあ、そういうのをね、ありながらその頃まで音楽やってたんですけど、やっぱね、皆さん一緒だと思うんですけど、子供ができたりとか結婚してとかで音楽一旦やめてって20年ぐらいやめてたんですけど、まあね、2、3年前かな、そうですね、2年ですね、2年ちょっとぐらい前から彼女と一緒にちょっと、まあ、あのおっちゃんをね、おっちゃんおばちゃんみたいに怒られるからね、私は違うんで申し訳ないそういうあのほのぼとした音楽がずっといいですよね、あの時ね。なんで、あのエリック・クラプトンのなんかあの「ワンダフル・トゥナイト」って曲をやっておられたんですけど、僕自身がクラプトンってあんまり分かってないと、まあ、全然分かってなくて、適当に弾いてセッションが始まったんです、初めて、一番最初はね。なんで、あの全く僕クラプトンのギター弾きませんので、よろしくお願いしますそういうこと言いたかったの逆に新鮮感、はい、うん、はい、it's time to go now.
はいですね。させていただこうかな。素晴らしい進行でもありまして、ちょうど休憩入れますので、入ってない。はい。まあ6時ですかね。はい。6時20分まで休憩にしたいと思います。はい。その今日食べるものもあるんですよね。はい。食べるものも用意しておりますので、どうぞご注文の方よろしくお願いいたします。じゃ次は6時20分。メイチャーチップマチャチクさんなんですよ。あ、失礼しました。もう読み柄がどうぞ。ちょっと前来てもらって。あ、前の方にちょっと座ってもらっていいですか。次の順番ですので、で、セッティングの方もですね、確認したいので、休憩の間にですね、セッティングをお願いしたいと思いますので、前の方お願いします。どうもありがとうございました。
ちょっとオーバーしてる。言葉なそうだ。あんなに近くなった。